ただ一つ問題があって、わしは私のスタジオを貸せるんだけど、肝心のセットを作る人がいないんだ。自分たちでやるんじゃないのかい。皆さん、こんにちは。ただいまのアイヌトーン時刻は2020年6月1日、月曜日の午後5時11分です。ところで、6月といえばジューンブライド。6月に結婚する花嫁さんは幸せになれるっていう言い伝えがあるんですよね。とってもロマンチックです。やっぱりこれ今でも気にしとる人結構おるよね。では、本日も楽しい一日になりますように。アンチョビがめっちゃ走りよる。スマホが鳴っている。いつもの。あ、家が大きくなっとるよ。あれ？パニーさん？もしもし、こちらはパニエルだよ。突然電話しちゃってすまないね。実は君にお願いしたいことがあるんだ。急な話してすまないんだが、私の島へ来てもらえないかな。今お客さんが来ているんだけど、私にはちょっと難しいことを頼まれていてね。詳しい説明はまたこっちに来てくれた時にさせてもらうよ。私の島へ来るには、飛行場でパニーの島へ行きたいと言えばいいからね。それじゃあよろしく頼んだよ。お、お客さん。これはあれだね、きっと。おっと、また電話だ。そういう感じになるんや、2回続けてん時って。これはいつも通りの豆吉ね。はい、31016ベル。オッケーオッケー。またちょっとね、70万ちょいぐらいやってる、次のローンが。それちょっと貯めていかねば。ハッピーホームアカデミー、アイノ様、この度はマイホームの増築おめでとうございます。お祝いに家具をプレゼントします。新しく増えたお部屋は、またテイストを変えた部屋作りを楽しんでみてくださいね。ハッピーホームアカデミー。まあ、テーマは女子高生の部屋ということで、私の中で。たぬきバンク。いつもたぬきバンクをご利用いただきありがとうございます。15ベルの利息がつきましたことをお知らせします。あゆなとたぬきバンク。15ベルの利息？私、え？私、預金ゼロにせんかったっけ？今回のやつでついたってこと？嬉しい。尊敬するアイナさん、お部屋の増築おめでとうございます。私から気持ちばかりのお祝いをお送りいたしますね。アイナさんのお家がどんどん大きくなっていくのをこれから見守っていけたらいいな。ルーシーでした。みんなの家も大きくなればいいのにね。そういうのあったら楽しそう。アイナ様、いつもたぬきショッピングのご利用誠にありがとうございます。今この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。たぬきショッピング。おー。なるほど。え、たぬきショッピングってことは、たぬき商店ってこと？なるほどね。季節の商品が入った。学習チェアと、地球儀。ほほう。ジューンブライドということで、何飲んでんの？世界につながる空の玄関口、あゆの飛行場へウェルカム。本日はどのようにご用件でしょうか？お出かけしたい。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？パニーの島へ行く。パニーの島ですね。ラジャーです。向かいましょう。おー、いるいる。オーケー、到着しました。自分はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声をかけてください。めっちゃ話しよるね、なんか。おや、あそこで何やら相談しているみたいですね。なんだなんだ。ふんふん。結婚の記念写真を撮りたいんだね。撮影なら私のスタジオを使ってもらって構わないんだが。だけど撮影のセットとかってどうすればいいかしら。私たちで用意するのは難しそうだし。それを私にやれと。おー、アイナさん、来てくれたんだね。実は君にお願いがあって。こちらのリサさんと、カイゾウさん。二人は夫婦なんだけど、結婚記念の写真を撮りたいそうなんだ。ほら、6月といえば、ジューンブライドだろ？毎年、この時期になると記念に写真を撮っているんだそうで。ただ一つ問題があって、わしは私のスタジオを貸せるんだけど、肝心のセットを作る人がいないんだ。自分たちでやるんじゃないのかい。そこで、君にウェディング撮影のセット作りを手伝ってもらいたいんだよ。私だってね、セット自分で作って自分で撮影したよ。具体的に言うと、結婚式の撮影セットに必要な家具を写真映えするように配置してほしいんだ。セットに使う家具はこっちで用意するから安心してくれ。それができるのに設置はできないと。とまあこんな感じなんだけど、どうだい？お願いできるかな？めんどくさいってことかな？まあしょうがないな。本当かい？おんに切るよ。それじゃあ早速準備を始めよう。さあ、スタジオに入った入った。おー、もう壁はできとるやけん。壁と床はできとんか。
ここがウェディング撮影専用のスタジオさ。奥の部屋の壁紙と床を張り替えただけなんだけどね。使い方は通常のスタジオと同じで大丈夫だ。アイラさんには前に説明したし、今回は省略させてもらうよ。もし忘れてしまったという場合でも、私は外にいるから、何かあれば遠慮せずに聞きに来るといい。あ、そうそう。途中で部屋から出てもいいけど、再会するときは私に声をかけてくれ。具体的に何をすればいいのか、詳しいことはリサさんに聞いておくれ。ではよろしく頼んだよ。てか着替えとる二人とも。改めて、はじめまして、私はリサよ。はじめまして。こっちはマイダーリンの。改造だ、よろしくな。今回は最初から起きている改造くん。記念写真のセット作りを引き受けてくれてどうもありがとう。とっても嬉しいわ。私たち毎年結婚記念の写真を撮っているの。へえ、そうなんや。いつまでもラブラブな二人でいたいから。ね、ダーリン。おう、そうともさ、リサッチ。リサッチ。ダーリンたら。あ、ごめんなさいね。つい二人の世界に入っちゃって。お願いしたいこととしては、このスタジオに家具を配置して、結婚式の撮影セットを作ってほしいの。家作りと同じような感じで配置してもらえれば OK よ。そうそう。実は今日のために、カー君がウェディング家具を作ってくれたの。ダーリンたらかっこいいでしょ。とっても素敵な家具ばかりだから、ぜひそれを使ってほしいわ。あ、それを、何、パニーさんに預けたってこと？ウェディング家具はイベント部の中に入っているから、そこから選んで配置していってね。今日はね、挙式のためのチャペルみたいなセットで撮影したいの。たくさんの人に守られながら、神聖の場所で永遠の愛を誓う二人。結婚何年目だろうか。とってもロマンチックよね。毎年って言うけん、一年目ではないってことよね。ダーリンが作ってくれた家具をベースに、ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセットにしてくれると嬉しいわ。撮影セットができたら、一度私に声をかけてほしいの。それじゃあお願いするわね。さーてことで頑張っていくかな。よろしくな。期待してるからよ。頑張ります。イベントタブって言ったよね。あ、これ？え、こんだけしかないよ、数。これだけで完成させるってことかな？まあ、じゃあ。どれぐらい？ 6 つぐらい置ける？なんか、教会ってさ、行ったことないんやけど。行ったことないけど、なんかドラマで見た感じで作っていくとすると、なんかこんな感じよね。これ近い？そんなことないかな。よ。こんな感じじゃない？なんか。あ。え、これそういう感じなんや。へえ。へえ。な、ねちょっと待って。びっくりした。外れるんやね。ラグってこと？よ。ちょっと待って、邪魔。ちょっと待って。これで、なんか簡単にできそうやね。これで、あとは？ウェディングの壁飾り。もう壁飾り飾ったら終わりやん。これは、3箇所ぐらい飾ればいいかな。え、3箇所？周りもやった方がいい？なんか多分こういう感じじゃない？全部にやった方がいいんかな。でもなんかうざくない？こんなもんじゃない？そんなもんじゃない？え、かわいいかも。もうここになんか机欲しいよね。イベント家具以外置いたらいかんのかな？ちょっと待って。家具。テーブル系の家具とか、なんかそういう感じ。何かないのかしら。なんかこういう、公園台やけどこれ。公園台やけど、なんかテーマに合ってないものを置いたらいかん感じかな。まあ、なんか、そっとしておいた方がいいような気もしなくもないけど。待って、植物的なものは、植物ってどこに入るんやろ？わからぬ。個人的に写真撮りたいけど、なんて地味な服装をしているんだ。まあいいや。まあいいや、ちょっと待ってね。レームつけて、朝か動かせるんか、この辺も。これで、ノーマル、くっきり、ポップ。ふんわり。
ドラマチック。フィルム。かわいい。なんか私がメインみたいになったけど、まあいいや。まあいいや。これで、仕草。これは目線よね。目線で、仕草どれやっけ？ん？これか？消えた。あ、消せるんや。へえ。これか、仕草。これで、パチ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 は。いい、いい。で、ちょっと自分消した版もやっとこうっと。これ仕草させることはできんのか。なるほどね。かわいい。オッケー。はい、できたよ。家具が置けたみたいね。撮影セットはこれで完成かしら。バッチリなはず、きっと。できたのね。ありがとう。実はもう一つお願いがあるんだけど、このまま写真撮影もお願いできないかしら。このスタジオ内で ZL を押すとカメラアプリが起動するから、プラスボタン撮ってくれたら OK よ。あと、アイナさん自身が写真に写り込んでしまう場合は、マイナスボタンで表示を切り替えられるわ。あ、結局私のアプリで写すんや。やった、やった。ついでと言ってはあれなんだけど、お願いね。構成ライトなんかはお任せするわ。ってことはもう一回やるべきか。ちょ、待って、二人とも。じゃあ私は消えるとして、ちょ、目線こっちに。どうしよっかな。目線こっちに。これで、まあ、普通に撮ろっか、じゃあ。これは。さっきのは自分用ということで。アップ。パシャ。へへ、かわいい。できたよ。撮れたみたいね。写真を見せてもらいたいんだけど、いいかしら。何枚か撮った場合は、最後に撮った1枚だけ見せてもらうわ。オッケー。ありがとう。早速見せてもらうわね。まあ、なんて素敵なセットなのかしら。私の思っていたイメージとぴったりよ。あ、やっぱそのままでいいんやね。こんなに素晴らしいセットでダーリンと写真を撮れるなんて、とっても幸せ。本当にありがとう。そうそう、お礼をしなくてね。カー君が作ってくれたウェディングのベンチよ。あ、この今置いとるやつ？やったー。あと、これも受け取って。愛の結晶よ。何それ。愛の結晶を集めたら、好きなウェディング家具と交換できるの。交換したいときはカー君に声をかけてね。あ、ってことは今後は、この作業をずっと繰り返していけばいいって感じかな。一応、このイベントの期間が6月の30日、最終日まであったと思うけん、その間にやっていけばいいってことか。ありがとう。おかげで素敵な写真が撮れたわ。実はね、これだけじゃなくて、もっといろんなセットでたくさん写真を撮りたいと思ってるの。よかったらまた明日も来てくれないかしら。6月いっぱいはこのスタジオを借りているから、よろしくお願いね。1日1回。じゃあ待って、たぬきマイレージプラスが。ん？なんだ？こっちか？あ。夢のマイホーム。あ、これが3段階目ってことね。肩書き。生活感溢れる感じ。たぬきマイル2000マイルゲット。生活感溢れる感じっていいことなんかな？わからんけど。なんか、綺麗な感じには聞こえない。かわいい。撮影できたよ、パニーさん。じゃあね。まあ、一日一回ってことで、とりあえず、まあ、あとは動画外でやっていけばいいって感じかな。何？そうそう、実はアイナさんにお伝えしたいことがございまして。この度、堂々エアラインズでは、ここ、パニエルさんの島でのみご利用可能な宅配買取サービスを開始いたしました。なんでパニーさんの島のみなん？普通さ、マイル島の方にせん？だってそっちの方が、いろんなもの集めるしさ、買い取ってくれたら便利やん。島に滞在中、荷物が増えすぎ、持ちきれなくなって処分に困る。といったこともあるかと思います。パニーさんの島でも釣りができるってことかな。そこで、持ち物を私、ご自宅まで送ったり、不要品を買い取ることで、ポケット整理のお手伝いをさせていただくことにしました。それぞれのサービスについて、軽く説明させていただきますね。まず、宅配サービスですが、お預かりした荷物をご自宅の収納までお届けするというサービスです。手数料などはかかりませんので、安心してご利用ください。もう一つの買い取りサービスの方は、その名の通り、不要品を買い取らせていただくサービスです。こちらは、たぬき商店様と提携しており、お店の前に設置されている。買取ボックスと同じ値段で買い取らせていただきます。買取代金はまとめて翌日にたぬきバンクの口座へ振り込まれますので、あらかじめご了承ください。新規サービスについてのご説明は以上となります。今後とも堂々エアライズのよろしくお願いいたします。
便利なんだか何なんだかよくわからんけど、とりあえず帰るよ。ということで、ちょっと季節の商品が入っているということなんで、シャンク来とったね。これもしかしてさ、なんか展示変わりよる？あんなカモメみたいな感じのやつ飛びよったっけ？なんか外の、こんな貝殻みたいなのついとった？なんか飾り変わったよね？わからんけど、今まで私が見えてなかっただけ？わからんけど、でもなんか可愛くなった気がする。あ、そこに展示されるんやね、季節商品って。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。てかね、そのね、季節商品よりこっちが気になるんだが、私。そちらの商品はブックスタンドでございます。これなんか良さげ。お値段は1100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。1100ベル、間違いなく頂戴しました。それはホットミルクか。なんか湯気が出よるね。ホットミルクも良さげ。あとこれめっちゃなんか、バーの入り口とかにありそう。あ、これもう一個欲しいと思いよったんよね。これ、今ビーチに敷いとんやけどさ、多分同じ色だな。でもリメイクとかできそうやし。多分。まあ、できんかったらできんかったりそのまんまでもいいけど。ってことで、この辺ちょっと買っていこうっと。オッケー。とりあえずちょっとビーチタオル敷いてくる私。ありがとうございました。リメイクできるかちょっと見とこうっと。よいしょ。なんか、これでやっと家がバランス良くなったね、左右。リメイク。あ、ほら、やっぱできる。ビーチタオル。今これ同じ色やけん。なんかかわいい。シェルかわいくない？シェルめっちゃかわいくない？なんか。でもどうしよっかな。今これ置いとるけんさ、まあ、派手めのやつの方、レッドストライプとかにしよっかな。リメイク。ビーチタオルのリメイクができた。ってことで、これでさ、青と赤やけん、ちょっとカップルっぽい感じ。カップルっぽい感じで。ほらね、これ。あ。歌ってるわ、ルーシー。今日のメッセージボトルは、見つけてくれて超嬉しい。めっちゃ夏っぽい感じ。ハイビスカスや。あたいのお気に入りアイドルのイメージアイテムを作りたくって、頑張って考えたレシピだよ。独り占めするのはもったいないから、瓶に詰めて拡散。遠慮なく作りまくってよね。キュートな職人、巻きバスター。菊のクッション。ただ、菊を植えてないんだな。菊のクッションどんな感じやろう。まんまやね。まんまやね。ちょっと待って、並べておきたいけん。ちょいとこれを、こっち側に、動かして、行きまして。ビーチサンダルももう一個欲しい。あ、これ愛の結晶。綺麗。クリスタルって感じやね。ビーチタオル。ここ。ちょっと待って。は。これで、あ、もうちょっと待って。まあ、これでいっか。これでいっか。ビーチサンダルがもう一個欲しいところやね。さ、ってことで、まあ、ちょっと今あるアイテムをまた片付けてきます。はい、ということで、整理もしてきた。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、ってことで、また多分また動画外で家の部屋とか作ると思うけん。また。楽しく部屋を作っていきたいと思います。